先輩です。ノッタン。ピーコだよ、ノッタン。今回はアイテム集めなどの作業会です。今までのマップをレア狙いしつつ再探索し、おや?と、こういう発見をしていこうというわけです。ついにこれに気づいたのね。おわ?まさかのエレベーターだと。鉄火のやつを思い出すね。すごいテクノロジーです。そして鍵。これが交流の鍵か。やっと見つけた。正直この鍵を探してたんですよ。最後のエリアにある可能性もありますが、絶対今までのマップにあると思ってたんだよな。いやー嬉しい。これはなかなか見つけにくいわね。よりによって鍵という大事なアイテムがあるとは。見つけられてよかった。もしかしてこの二人の絵って、例のあのヒントも関係してたのかな?これだ。違うんじゃない?さすがにタペストリーはあっちだけか。壁に飛び込んだところだけだね。さてそのままレア狙いをしてたら、技を覚えたので合わせて録画。似てるけど、これだ。ムチを一回転させるのか。これで多分全部の技を覚えましたね。ソニックエッジ、名前がかっこいい。その割には威力は微妙でしたね。まあ敵に囲まれた時には良さそう。早速鍵を使いに来ましたよ。一番最初に見つけたのに、来るのは一番最後になりました。そうね。お、黒のビショップとは。はいはい。お店で買った白のビショップは防御だから、黒は攻撃力アップ効果か。え、それでもまだ3つ残ってるのね。ほんとですね。それらもできれば集めきりたいところですが。おお、攻撃力が10上がった。白の方も防御が10上がるのかな?今は30。は?60? まさかの倍。マジかよ。効果に差がありすぎ。思ったより使えそうね。さて、このハングドマンと戦ってたら、幸福のコインが手に入りました。へぇ。名前の通りラックが上がりそうですね。今は30。タヌキをもうつけてますからね。ああ、5しか上がらないか。でも現時点でこれがラック最大だな。これからのレアマラソンがはかどりそうです。そうだね。割と早く出た方かな。どうなんでしょうか。ついでに色々見てるのですが。はい。こんなところにバーがありました。つかめそうだね。やや難しいのですが、上に登ることができましたよ。こういうところにもあるのね。いろいろ見逃してるんだろうな。場所はここです。総額室か。お、まだバーが。え、扉があったの。まだ奥があったんだ。なんと。アイテム部屋か。剣。マジかよ。ムチから波動が出る的な。それすごそう。あれ?どこにあるんだ?と探してたら魔導器でした。なるほど。うわ、見た目は完全に七支刀だ。体当たりでダメージか。虫から波動は出ないんだな。残念。だけど見てください、この効果。へえ、すごいじゃない。発動時はちょっと範囲が広そうだったしね。スピリットが怖くないぞ。
防御向きかもね。これはいい。受ける。いて。さあ、ボス前に赤鬼と青鬼がいたので、ここで二人のレアを狙ってマラソンしようと思います。サイクロプスとレッドオーガか。現時点で8時間半経過してます。さて、どれくらいかかるかな。運も上がってるし割と早く出ると思いますが。それならいいけどね。やっぱり敵同士の攻撃も当たるんだな。後ろから痛そう。あ、倒してくれた。さあ、いいもの出してくれよ。基本マラソンは録画外でやる予定ですが、こんな感じでやりますというのを、ここだけお見せしようかなと思って録画してます。ちょうどいい長さで出てくれると助かる。本音言うとね。マラソンはまずはないか。ふう、またターコイズ。これはそこそこ出てくれるんだよな。ならもう一つも期待できそうね。ちなみにですが、今のお気に入りのコンボは四角と三角を交互に押すやつです。こんな感じ。ムチで引っ張るやつを当てると、あんな巨体でもほぼ確実にひるむので、非常に戦いやすいのです。しかも交互に押すだけなので楽だし。そうね。で、せっかくターコイズが結構出てるから、ジュエルクラッシュで使ってみることにしました。どんな効果があるんだろう。え？サブウェポンがクリスタルに？だってサブウェポンチェンジって書いてあったよ。マジか、気づかなかった。せっかくお気に入りの聖水だったのに、よりによってクリスタルかよ。くっそー。まあいいや。せっかくなのでオーブとの組み合わせも見てみましょうか。いいね、見てみたかった。おお。かっこいい。あ、戻ってきた。運もいい。これがジャッジメントですね。普通を狙ってくれて威力も高い。いいね。また出た。じゃあこれは。ちょっと効果が広くなってるのか。ちょ、砕け散る世界だって。いきなり名前がすごいね。どう？すご、これ全体攻撃かな。まさに世界が砕け散った。威力はそこそこだったけどね。おお、これは回復もしてくれるんだな。ああ、サテライトはこういう感じか。え、でも全部当たると強いよ。これでクリスタルは全部見たかな。もうマックスまで持ってるんだ。そうなんです。なのでまたチェンジしてみましょうか。違うのになるのかな。おお、十字架になった。いいね。じゃあこちらも見ていきましょう。普通に使うとこんな感じ。一撃はかなり弱いね。ちょっと残念です。これは前見せた巨大な十字架。当て続ければそこそこ強い。なるほど。ミカエルの剣とか名前に天使が入ってますよ。え？巨大な十字架が立ちましたね。だ
ブルクロスはそのままダブルなんだな。ああ、これはちょっと微妙かもね。身を守るのには良さそうです。ホーリーライトは、うほ、十字架ビームですか。ちょっと面白いけどまあ強いね。そしてもちろんグランドクロスもあります。おなじみ十字架と言ったらこれですよね。さらにまさかのアグネアも使えるという。結果にあった雷のやつ。しかも押しっぱなしにするとしばらく出てるな。これは強いぞ。アグネアがまた使えるのも嬉しいね。憎い演出です。でもやっぱりこれかな。リーチは短いけどやっぱり強い。アグネアとハートは同じだからどちらかを使うのがいいかも。あ、また出たし。タイミングが良すぎ。じゃあお言葉に甘えてまた変えてみますか。ちょ、ミスタルかい。それじゃ意味ないからもう一回。おお、オノだ。オノはどうなるのかしら。間違えて白のオーブで使っちゃいましたが、このアップストラップ、あまり動かない時にはめっぽう強いみたい。すごくない。一回で倒せちゃいましたよ。おっと、これはクロスの軌道だな。十字架じゃなくて斧がこれなんだ。え、かっこいい。これ移動手段としても使えそうね。ただハートの減りが著しいです。そうか、むやみには使えないか。こうやってお見せするためにもハートを集めてます。ちなみに、この巨体2体は斧が弱点なので、それで思った以上にダメージが出てるみたいです。そういうことか。斧強いって思ってたら。でも実際強そうですよね。問題は弱点の武器がそんなにいなくて、むしろ軽減される方が多いことです。鎧の敵とかには効かなそうだもんね。そういうこと。まあでも使ってて楽しいな。斧は魅力再発見です。ちなみにジルコンはお金が増えるみたい。所持金は、え、まさか86ドルだけ。そのまさかだったね。なんだよ。ランダムで大金の場合もあるかもしれないけど、わざわざ買ってまで使う必要はないかな。そうね。で、今度はナイフになったので、これらもお見せしていきますね。ちなみに、まだ一つオーブが残っているので、後々全部のオーブを手に入れた時に改めて全てのサブウェポンをお見せします。お楽しみに。オッケー。これ、実は一回もセーブせずにやっているので、回復したりハートを集めたり、思った以上に時間はかかっております。そうなんだね。うお、勢いがすごい。ナイフでも全然強いね。ナイフも弱点なので大ダメージです。それにしてもこれで一発か。ふおう、一撃でこのダメージ強い。総合ダメージでは劣るけど、当てやすさなどを考えると優秀だな。そうねー。見た目は全然ナイフじゃないけど。さて、聖水に戻ってくれたので、このホーリーシンボルの効果も見てみます。回復かと思ったけどやっぱり攻撃ですね。なんとなくその中で回復しそうだもんね。微妙かな。普通に使った方が強そう。聖水はデフォルトがかなり強いですからね。せめてこれとか。まあこれも当てやすいけど、威力は泣けるレベル。かすった程度だとめっちゃ弱い。
また出るし。もう、ターコイズはいいからもう一つは。またフリスタルだし。ターコイズが出るたびに変更してますが、クリスタル率が異常に高いんです。そういう効果でもあるのかな。へ？出た？ちょっと待ってください。今ピコピコハンマーって？間違いなく出てたよ。マジだし。177体？そうなんです。ようやく出てくれました。まさかの1時間半もやってましたよ。うわ。その結果がこれ。完全にお遊びアイテム。く。ま、せっかくだから使ってみるけども。どうやら落ち込んでるみたい。もうレッドオーガの方は後回し。確かラストエリアの生物核にもいたし、ここでやることもないや。探索の続きをします。いやー、苦労の甲斐があったなー。泣きながら言わないで。もう一つの壁天井のところにもありました。最初は余裕がなくて見る気にもならなかったよ。そうね。よし、捕まるのが難しい。HP か。まあ、OK。よし、じゃあここから本格的にマラソンをします。次回は多分その報告からになるでしょう。よければお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。